じゃあ今日、これ何？これ何？あれ、花の、はい、今日も、山、また山ビースシリーズでどんどん入っていきたいと思います。この間はね、ちょっと映像の撮り方がちょっと雑すぎて、で酔ってしまうっていうパターンになる。すごいって。ほら、これ天ぷらにしとくやつですよ。取っちゃダメですけど、これ人んちの、人んちのか俺んちのか分かんないんで、こっちから今日ゆっくりちょっと散策していきたいと思いますが、でね、この間のスルーしちゃったんですけど、すごい木を見っけたんですよ。それをね、ちょっとね、ここだっけかな、こっちだね、もうちょっと奥か、これ大きいですね。しょうがない。今回あんまり画面をぶらさないようにゆっくり。蚊がすごい。見えるかな。見えないかな。ちょっと一旦切る。すいません、蚊がすごいです。よいしょ。こっちもね、なんかこう多分水が流れてくる。すごいよ、ほら、うわ、すごいでしょ。たまに来る野生動物が怖いんですよね。なるべくカメラをぶらさないように撮っていきたいんだけど、あと蜂とかも気をつけなきゃいけないんで、うわっ、ここはもうでかい傾斜になってます。確かね、この辺りに埋められちゃったかな、防空壕があったんですよ。防空壕があって、そこをね、よく子供の頃来てたような記憶があったんで、この辺だったかなと思ったんですけど、埋まっちゃったみたいですね。熊よけに音出しながら。ここかな。
ああ違うな。どっかに穴が開いてたんですけどね、どこかは分かんない。さすがにこの傾斜を登っていくのは大変ですね。ちょっと下山していきましょう。ん？赤い実、ほら何かな、これ多分食えないと思うけど、ひょうたんみたいな形。虫がすごい、ほら見えますかね。見えないか。ああここ涼しい、涼しいけど虫がすごい。無視していきましょう。クモの巣。木の棒がなあれば音を出せるんですけど、今のところこの手の太いやつしか出てこないんで。あ、これいいな。よいしょ。ヒュピン。ここにいるよっていうことを知らせながら。空はめっちゃいい天気です。今日は綺麗でしょ。花葉っぱが虫食ってますね。何もいねえな。やばいやばい、暑い暑い暑い。結構奥に入ってきました。結構大きい木が入ってますね。長さ的には手でこんぐらいなんで結構でかいよね。
あと水しか持ってきてないけど、この辺は熊出るなきっと。登っていきたいけど、あ、なんか音出しながら行くか。口の中にキックといた。時期しか落ちてないから、あと水持ってきてるからリュックなしで来たね。この先になんかありそうですね。もうちょっと頑張って行ってみようかな。これ、ね、折れた折れた。でん。この青いとこ、ここ。ここに行ったら帰ろう。いや、きつ。一旦休憩。結構急斜です、ここ。急斜面。水の、でも静かでいいっすね。一応熊よけに音出す。こんぐらいだったら聞こえるでしょ。一旦切りますね。じゃあちょっと10分ぐらい座禅して休んだ。さっきの青いとこ目指してまた行きましょう。青いとこってあれ谷だ、谷っていうか傾斜でそういった風に見えてるだけで、ってことに今気がついた。ほらこれが映ってた。いや、でも不思議と虫は少ないですね。やっぱこの辺日陰になってるんで少し涼しい。
涼しいから。虫はいねっちゃいねえけど、クマがね、クマさん出てくるなよ、クマさん出てくるなよ。これ以上行くと迷子になるな。ちょっと行ってみる。降りてもよく谷を、谷っていうか傾斜を。よいしょ。おお。これすげえ静か。水音になってますね、これ。雨が降った時とか、ね、山水が流れてくるようになってるでしょうかね、これは。ね、この杉も結構ぶっといな。ここだけえぐれてますね。ほら、なだれっていうのかな。果てしね。何か起点になるようなあれが何にも見つかんないし、もう360度緑なんです。水だ。また空が映ってる。ほら、これだね。骨で取ったからいい。ここはなんかもう藪の洞窟みたいになってます。ほら、アーチ状にかかってて、虫がたくさんいますね、この日陰の中に。でも涼しい、涼しい。あっ、痛い。ああ、痛い。もっと行ってみる。じゃあ一旦切ろう。3年前ぐらいに1回入って迷っちゃって、帰ってくるのに8時間ぐらいかかかったけど、今回はまだ目星をつけてきたんで、いろいろ迷わないとは思うけど、
歩け。ここ木が折れてる。雷かな。雷で折れた木ってあれいいんだよね、縁起がいいっていうか、ね、言いますよね。いやもう全部山、その辺で工事やってて、その工事の音が入って聞こえるからね、まず大丈夫だと思うけど、バッキリ折れたね。さっき落ちたのかな。すごいね。ほら。こりゃ頂上はねえぞ。この先。どこ行っても同じです。帰る帰る帰る。帰るわ。あかん。帰ります。